皆さんに大切なお知らせです。なんとこの度チャンネル隊長ワールドインポートツールズさんで1日店長のイベントをやらせていただくことになりました。日程は3月の11日土曜日から3月12日の日曜日、2日間やります。1日店長なのに2日間やります。時間はそれぞれ土曜日と日曜日でちょっとズレがあるので、詳しくはあの概要欄に記載の情報をしっかりと見ておいてください。当日は隊長と私が実際に皆さんの接客をしたり、チャンネル隊長のオリジナルのグッズの販売も行う予定なので、ぜひ皆さん遊びに来てください。そしてなんとスイスポにちなんだ黄色の工具商品、店内にある黄色いもの 3% オフで買えるそうです。やったー。でこちらのワールドインポートツールズさんでは工具の無料測定もありますので、もしね自分が持ってる工具の数値ちゃんと合ってるのかなとか気になる人は、お手持ちの工具持参の上遊びに来てください。みんなが来るのを待ってます。それでは本日の動画の本編どうぞ。はいどうも、チャンネル隊長の隊長です。今日はですねこちらを取り付けます。キタコ軽量カムスプロケット28丁というわけでね、今日はこいつをねうちのリトルカブちゃんに取り付けてやろうと思います。それじゃあね早速作業やっていこうと思います。おーっとおーっと、なんか漏れてるな、あー漏れてるな、ちょっと締めが足らんかったようですね。はい、一応ちゃんと規定トルクで締めたんですけどね、やっぱりねあの新しいガスケットだったもんでもうちょっと締め込んだ方が良かったのかな的な。カムスプロケットはねこの中に入ってるんで、はい、とりあえずオイルを抜きます。はい、それではオイルを抜いていく。忍者アラー。あ、でも全然綺麗ですね。まだこの前オイル入れたばっかりですからね。と言いつつも、あ、結構鉄粉入ってますね。なんか表面がキラキラしてます。やっぱまだね完全に慣らしきってないって感じですねこれ。うん、結構鉄粉出てるわ。あの銀河のような天の川のようなキラキラした感じ。こちらねもうヘッドのところね全部今日いじりたいんで、もうここ上全部外していきます。よし。はい、キャブレター外れました。はい、はい、はい、こちらが純正のカムスプロケット、そしてこちらね今から買える軽量カムスプロケットです。もうねもう見るからにねもう穴の数が全然違いますからね。はい、うん、手に持っても若干の違いが分かりますね。はい、でちなみにですがこちらの軽量カムスプロケットは純正と比べて 3.9g 軽いそうです。はい、で山の数はね一緒なのかな、ここのね腸の数はね一緒ですね。はい、厚さもほぼほぼ一緒かな、うん、厚さもほぼ一緒ですね。ただ本当に純粋に軽くなったっていう感じですね。はい、まあ、これがどうね走りに影響を与えるのか、ね、楽しみですね。でもね今日はねこのカムスプロケットつける前にねもう一つやりたいことがあります。それはボート研磨。はい、ここをね研磨してあのねここの径を大きくするっていうね作業です。こっち側とねあとちょっと見えにくいんだけどこの中側ですね、この中通り道、ここのね空気の通り道をですね広げてやるということで、はい、でね広げてやるとどういう効果があるかというと、結局大きくなればねそんだけこの風の流れ空気ですね、空気の流れが良くなるんで、よりいっぱい空気をエンジンに入れてよりいっぱい排ガスを出すことができるってなると、まあパワーが上がるみたいな、まあそういったことでございます。ただあの私ド素人でございます。ど素人がこれ手つけていいのか本当心配なんですね。はい、だからねちょっと失敗するかもしれん、うん、だからちょっと不安です。それじゃあねとりあえず、まあ、中についてるカムシャフト類を外して研磨できるような状態にしたいと思います。はい、とりあえずねあのパーツクリーナーで洗浄しました。まあ、今回ここをね、まあ、研磨して拡大するんですけど、まあ、こちら側も、はい、そしたらお次はですねここのロッカーアーム、はい、このパチパチパチカチカチので、このロッカーアームを外すんですけど、この中にですねピンが入ってます。あのノックピンみたいなやつで、これをですねあのボルトとかを使って引っこ抜きます。そうするとねロッカーアームが外れるんですよ。はい、でねこの M6 のちょっと長めのやつ、これを使ってこうやって引っ張ってやると、はい、こんにちは。
やると、あ、来た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 、ちょっとこっち、よし来た、いい、そうすると外れます、いい、はい、こんにちは、はい、そうするとね、はい、あと残りね、このバルブがついてるだけになります。で、このバルブをね、外すにはですね、ちょっと特別な道具が必要になります。こちらです、バルブコンプレッサー。はい、この作業をするためだけに買ってきました。高え。パーツより道具の方が高いからね。はい、はい、取れました。こちらがね、コッタピンという部品です。これでね、止まってます。で、これがなかったらね、多分普通に抜けるはず。よし、はい、外れました。はい、外れました。はい、黒いね、だいぶ黒くなってますね、これね。まあ、こんな感じでございます。すごい軽い。パーツほとんど付いてないからね、めちゃくちゃ軽いです。ポート剣もやっていきたいなと思うんですけど、こちらですね、これめちゃくちゃ小さい、いくつ測っています。 14.6mm ですね。だいたいみんなここね、20以上、 21.6 とかそれぐらいまで拡大してるんで、まあそれぐらいやっちゃおうかなと思います。排気が 14.4 ですね。はい、こっちもね、まあ排気側の方がちょっと難しいですね、このマフラーの兼ね合いで。はい、というわけでね、これでやっていきたいと思います。もっとね、しっかりしたやつやりたかったんだけど、で、本来はですね、あのエアーの方で一気に削った後に、まあ仕上げで電動で使うと一番いいらしいんですけど、うち今ね、コンプレッサーをね、向こうの絵を置きっぱなしなんで、はい、今これしかないんで、これでやれるとこまで頑張っていきたいと思います。はい、ポート研磨が終わりました。イン側、そして排気側ですね。ちょっとね、まあ素人加工なんでね、あれなんですけど、一番広いところで見てみましょうかね。 18.7、 はい、で、排気側 15.1、 はい、まあ当初のね、21ミリっていうのはちょっと無理だったんですけど、はい、もうそれでもね、かなり広くなったと思います。そしてね、こう外側だけじゃなくて中もね、見えるかな、これ。はい、中もね、もう全部ほじくりまして、ね、もう結構、まあ、まあ多分違いがわかるレベルには、はい、一応研磨できたんじゃないかなと思います。はい、そしてね、ちょっとこれ効果本当なのかどうかわかんないんですけど、このね、バルブのね、ここ、前までね、なんか K の4とかなんかこう、品番なんかわかんないですけど、なんか掘ってあったんですけど、それも全部取りました。なんかね、これ取るとね、効果があるっていう、はい、噂を聞いたんで、はい、やってみました。あんまりやりすぎちゃうとね、ここの強度がね、落ちちゃって、故障の原因になってしまうと思うんですけど、はい、一応控えめにやっときました。はい。うん、そして、まあ、ここ側は、まあ、こんな感じですね。それではね、組んでいきたいと思います。お次はですね、オリフィス加工というものをね、やりたいと思います。本来でしたら、これは、前回のね、ポンプ交換した時にですね、やるべきだったんですけど、まあ、どっちにせよね、ここバラして作業する予定、今回のね、予定があったんで、はい、今回にしました。はい。というわけで、こいつを外します。そもそもね、オリフィスって何のかというと、まあ、要は、オイルのね、噴射口みたいなイメージですね。こう、小さい穴があって、そこからオイルがピューって出てる。で、穴が小さければ小さいほどね、圧がかかるからね、あれや、ホースを思い浮かべてもらえばわかるんだけど、ホースの先端をこうキュッって縮めるとすごい勢いで水が出るじゃないですか。これを大きくしちゃうとどうなるかっていうと、勢いは減るけれど出る量が、流量が増えます。今ポンプ変えてるんで、そこのね、穴を大きくしてあげないとめちゃめちゃ圧がかかってる状態なんで、あんまよろしくないと。そういうわけで、ポンプを変えるときはね、オリフィス加工をしましょうっていう、はい、まあそんな感じです。まあポンプ交換しなくてもね、なんかボアップしたら一緒にやるべき派と、ポンプ変えなかったらやんなくてもいい派みたいな、はい、まあ結構派閥があるみたいなんですけど、まあどうなんでしょうかね。というわけで、ちょっとガスケットとかいろいろ外していきます。
で、まだボアアップしたばっかだから、あ、いいっすね、叩かなくてもいけます。はい、綺麗ですね。綺麗なシリンダーだな。美しいですね。よかった、傷も入ってなくて上手にボアアップできてたみたいですね。はい、皆さん見えますでしょうか。こちらです。これがオリフィスです。ちっちゃな穴開いてますね。で、これをですね2ミリに開けたいと思います。これなんだよな。はい、はい、結構大きくなりましたね。2ミリって結構でかいですね。はい、これで一応ねオリフィスの顔ができました。これで果たしてやり方がいいのかちょっと自信ないですけど、はい、ちょっと今回ね大きなキャブに変えようと思います。こちらはですねあんまり評判良くないんですけど 1PZ っていうね、まあ以前ね電装系使った会社なのやつなんですけど、電装系の方はね割と評判いいんですけどね、このキャブレターはねマジで評判悪いんですよね。なのでちょっとこれねどうなるか分かんないんですけど、ちょっと試しにねつけてみたいと思います。そしてねこのマニホールドもねこれかなり大きいです。こちら純正のねマニホールドです。純正のマニホールドが 16.8、 今回買えるマニホールドがこっち20ジャストですね。はい、かなり大きいものになります。ほんと入ってんのこれ。はい、残念ながらですね例のキャブ取り付けれませんでした。はい、ここのですねこのスロットル のニードルのねここのとこがなんかバリだらけでですね、スロットルをひねってもですね引っかかっちゃって、もううまくねスロットルの調整ができなくて、それとあとこのねアイドルスクリュー、これがねもう意味ない。意味ない、もう全く意味ない。これ絶対買っちゃいかんすよこれ。もう大失敗しましたもんこれ。というわけで結局ね、まあ、せっかくここポートを大きくしたんですけど、純正のマニホールドとキャブ、そしてねまあうるさくてねあんま僕は好きじゃないんですけど、まあ、せっかくやっぱりポート拡大したんで空気いっぱい吸わせたろうってことでこちらつけました。ガチャチキノコちゃん。というわけでちょっとねエンジンかけてみようと思います。音がかなり低くなりましたね。50cc のカブらしいね高いねトトトトトって音だったのがちょっとね低くなった感じがしますね。うわー早く走りたいですね。はい、まあでももう夜なんで、はい、明日、走ってみたいと思います。いやーダメでした。もういいだろうと思って昨日走りに行ったんですよ。そしたらねもう40キロ超えたぐらいからこんな感じ。こんな感じ。いや本当にオーバーじゃない、本当にもうこんな感じ、こんな感じで頑張って60キロ道路でもうめちゃくちゃ頑張ってなんとか60みたいな、もう加速も悪くなったし、おまけにずっとなんか上がって戻って上がって戻ってみたいな、もうやべえ壊れたと思って、もうどうしようかねと思ってね、いろいろ考えてきたんですけど、そりゃそうなるよね。だってさ空気のね量が増えました。つまり燃料が薄い。はい。まあ、燃料が薄いんで、まあ、俗に言う、息継ぎっていうね、まあ、症状になってしまいまして。いや、もうどうしようと思ってね。じゃあ、エアスクリューをね、調整しようと思って。マイナスドライバーでね、調整するもんだと思ったらね、これ、違いまして、こちらのキャブね、通称 D 型と呼ばれる、ネジのタイプでございまして、そのね、工具がないと、調整できないと。でね、それが結構するんですわ。ね、いやもう勘弁してと思って、結構ねいろんな人たちやっぱ高いからって言っていろんなものをね加工してその D 型ドライバーの代用品を作るみたいな感じでね いらっしゃいまして、でじゃあ僕も D 型ドライバーを何かで代用しようかなと思って、まだできるかどうか分かんないんだけど、これを使って D 型ドライバーの代用としようかなと思います。丸型圧着端子、はい、まあ、この電気工事とかにね使う丸型の端子なんですけど、これを潰したらね、まあ、D の形になる。で、これをね D の形にして、これをね
D 型ドライバーの代わりにできるんじゃないかなと思って、今からこれを D 型ドライバーに改造します。これでうまいこと成形して D の形に近づけます。ちょっといびつなんですけど、これでちょっと挑戦してみたいと思います。はい、見えますでしょうか。こいつです。こいつがね、エアスクリューです。あ、全然入らんすね全然入らん。でけえ、これまだでかい。ダメだな、もう一つあるんで。はい、もう一サイズ小さいね、丸型着端子です。これだったら、あ、一応ここは入るけど、あー、引いてる感じ全くしないですね。ダメだ、圧着端子計画失敗。ダメ元ですけど、この今度はミニラジオペンチで挑戦してみたいと思います。入んないね、これ。ダメだ。いやー、おとなしく D 型買う、これ。いやー、悔しいな。はい、それではかけてみたいと思います。おお、いいですね、相変わらず自動もいいです。あと、相変わらず長いですね。相変わらず挑戦します。全然違う。うん、めちゃくちゃ調子いいっす。うん、これね、本当に動画に撮ってなかったんだけど、最初ね、ガンダチキノコちゃんをね、つけた状態の時って、本当になんか、ブルル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 みたいな、本当にこんな感じでした。はい。いや、よかった。岩倉、やっとの試乗でございます。はい、まあ言うてもね、あの1回乗ってるんだけど、エアクリーナーをね、純正エアクリーナーに戻しました。で、アイドルスクリューもね、調整しましたね。まあエアスクリューの方はね、ちょっと特殊効果ないとできないので、ね、というわけでね、変更点としましては、カムスプロケットポートテーマ、ポートを加工しました。 5mm アップでございます。しかも口だけじゃなくて、ちゃんと中もね、あのえぐってるんで、かなりね、ポートの中もね、拡大されたと思います。もうエンジン加工まで来ちゃったよ。この前もらったばっかなんだよ。今からね、これでライディングデュエルしていこうと思います。あ、もうね、速度の上がりがすごくスムーズ、ギア上がりもすごくいいし、ちょっと前の車のんびりしてるんでね、あんまりスピード出せないんですけど、ものすごくね、トルクに余裕が出てます。あ、すごいね。あー、すごい。本当に単純にね、なんか排気量が上がったんじゃねってぐらいね、トルクが全然違いますね。もうほら、音でわかります、このエンジンの音。これ今ね、40キロぴったりなんですけど、これね、今までね、40まで出そうするともっとエンジンうるさかったんですよ。だから今ね、全然エンジン回しないの。だけどね、40キロまですぐ行っちゃう。すごいわ、これトルクモリモリ。マジ？あ、すごい。あのね、2速だと思ったら3速でした。めちゃくちゃね、トルクが増してるんで、3速発進も全然できるすごいよこれ。じゃあそれではね、3速で出発したいと思います。来てないね、行きます。20キロだもん。早くない？やばくない？ほら、もう2速いらんやん2速いらん。やば、トルクが全然違うわ。そうやん、もう余裕で50キロですよ。何この余裕、やば。おー、ライジングデュエルアクセラレーション、すごいな。いや、こういうのってスプロケとか変えないと絶対無理だと思ってたんですけど、全然大丈夫。これでスプロケ変えちゃったら本当にマジで出足2半と変わんなくなっちゃうんじゃないか、これ。ちょっとそれは持ったかもしれないけど、それぐらい全然余裕ありますよ。はい、走ってまいりました。まあ実際に、まあ、乗ってみた感想なんですが、とにかくトルクが太くなりました。全然違うの。
はい、もう今まできちんとね、車のこの車道のね、この速度に合わすために1速、2速、3速とね、まあ、丁寧なね、ギアチェンジを行ってやっと流れに乗れる、まあ、そんな感じだったんですけれど、もう3速のままでも全然走れてしまう、それぐらいね、本当にトルクが太くなりました。いや、 やっぱりね、ポート研磨ってすごいですね。全然効果あります。本当にね、もうこれはちょっと4速化した方がいいんじゃないかなという、はい、そんな気になりました。やっぱりね、あと音もね、変わりました。本当にね、力強いね、単気筒のサウンド、 75cc なのに結構いい音するなっていうのがね、僕が感じた感想です。いや、でも本当すごいですよね。だって僕まだこれキャブレターとか一切触ってないんですよ。キャブレターもだし、まあこちらのドリブンスプロケットとかね、ドライブスプロケット、もうこちらもね、ノーマルなままなんですよ。スプロケの数を減らしたらもっとね、トルクフルな加速をする株になるんでね、どうしたもんかね。この株もっと負けますよ、これからね。これで今満足しちゃってるところあるんですけど、いや、でもやっぱりね、株ですからね、いっぱいパーツもあるし、車バイクのね、エンジンの勉強にもなりますからね、もっといじくり倒して自分の経験にしていきたいなと思っております。いや、本当に4ミリって深いですね。というわけでね、まあ、今後もこちらのトルカブちゃんね、まあ、やれることはやってみたいなと思っておりますので、皆さんぜひね、楽しみに待っていていただければなと思います。それではね、また他の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、ごきげんよう、バイバイ。